はい、若津、ミミさんいらっしゃい。よろしくお願いします。ネタが決まったよ、みんな。七原くん、伝説の七原くんに会いに行こう。伝説の七原くんに。名古屋に住んでるらしい。はい、和田つこう、緑の追っかけるのかっこいいっすね。最近多いっすよ。これ多いんすか。はい。速度を多分調整するための心理的な何かですよね、多分これ。おそらくそうですね。ですよね、はい、これ超えちゃいけないんですよね、多分。なんかそういう心理働きますよね、はい、うん、このスピードで走りたくなるっていうか。トンネルの中って空気抵抗少ないから、はい、出ちゃうんですよ。あー、なるほど、はい、確かに事故りやすいですもんね。うん、うん、逃してるトンネル。はい、大阪府入りました。大阪、お、入った。大阪寄りたかったけどな。寄ります。大阪ね、僕大阪好きなんで。好きですか。大阪超大好きですね。いいですよね。大阪も大好きですね。うん、人がまたね、べしゃりが面白いですよね。やばいっすよね、大阪の人たちも。アンコールワドツ、ネボスケさんバーガーありがとう。ワドツ、安くてうまいですよね、大阪は。安いですね、串揚げも美味しいし、うん、震災橋はすごいギラギラしてるし、はい、大阪めっちゃ栄えてますね。うんうんうん。まもなく右方向です。その先、大阪住んでみたいですよね、僕。いいんじゃないですか、大阪に。うん、そうそう、名古屋に向かうの、こっちは。そうそう、ニコ生の人だよ、赤さん。なんか、七原が有名配信者名古屋にいるって聞いたら、七原くんいるよって。で、じゃあ会ってみたいなとか思って、ちょ、行ってみようかなと思って。七原くんって一人暮らし？一人暮らしなんだ。よし、じゃあアポなし行ってみよう。いきなり来たらやだよな。行ってみっか。見たことないんだ。どんな感じになるんだろうな。七原くんステッカーとかないのかな。なんかグッズないの、七原くん。誰ともコラボしないのが公言してるタイプなのか、ただ今までやってなかっただけなのかが知りたいかな。絶対に会ってくれないの。あ、なに、姉ちゃんは七原くんハマってるんだ。絶対に会ってくれないの。なんでポリシーなの、それは。就職したばかりだから迷惑にならないように。じゃあやめる？今ないの？あ、なに？人嫌いなタイプなの？え、なに？七原に会うとか嫌がらせってどういうこと？どうして嫌がらせなの？ちょっとわかんないんだけど、俺見たことないからどんな人かわかんないんだけど、何が嫌がらせなの？七原くん会ってくんないの？じゃあ行く意味なくない？じゃあやめる？声の人今すごい。いや、俺どんな配信者なんかわかんないんだよね、全然。
会ってくれるとは思う。いや別に会ってくれたら会ってくれたで面白いじゃん、挨拶だけど。はい、ワード2、電波悪くてごめんね。会えないって言われると会いたくなる、この性格なんなんだろうな。絶対会えないよって言われれば言われるほど会いたくなるっていう。七原くんってさ、何時ぐらいの時間帯に放送やってる配信者なの？いや今多分トップじゃん。今ニコ生のトップでしょ。暗黒ぶち抜いてるぐらいの人気だから。ここ数年間で現れた、だから金梅さんの後から現れてなかったレジェンドの一人でしょ。立見慶が出るんだ。ちょうどいいじゃん。22時からだったらちょうどいいじゃん。9時半ぐらいに名古屋に着くから、そっから地下鉄乗ればいいんでしょ。立ち見 L A B C D E F G H I J K L すげえな、12だから6000人、すごいね。今そんな力あるんだ。立ち見 OA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O 15だからあれか15。どうも、ゆいこさんいらっしゃい。
葛西七原くんの。29だ。ここ1年ぐらいで急に、何デビューして急にブレイクしたの。仲良くなる傾向にあるからね。大丈夫っしょ。あ、本人は病気。あ、じゃあ俺がメンヘラ鑑定士のワトちゃんがちょっとあの七原くんが精神病かどうかをあの判定しに行きます。パーティーだね。あれあれですか、通天閣ですか。あの赤いの。いいっすね。いいっすね。え、違う、通天閣じゃない。はっつ。すいません。はい。ただの電波塔です。ただの電波塔。はい。ただの電波塔だったんですね。アスペじゃなくて ADHD なんだ。了解。俺 ADHD の人と仲良くなる可能性高いから大丈夫だと思う。そうですね。いい。発達障害と仲良くなる可能性高いから。明日仕事なんだ。放送見たこと一回もないよ。一回もない俺。ツイッターで、あー面白い人出たんだなと思って、この子売れるなと思ったらめちゃめちゃ売れてたっていう。ツイッターでほらショートバージョン出るじゃん。で、あー この子売れるだろうなと思ってて、なんか駆け出し中の子だと思ったら全然大手だったっていう。それしか見たことない。放送一回も見たことないね。だから要はニコ生の救世主でしょ。何の配信してるんですかね。いや、わかんないです。見たことないんで。誰か、え、なに、七原くんがストーカーキスなの。いや、ニコ生で分かるよ、気持ち。自分の相性が合ってるっつうか。いや、頭いいんでしょ。キャラクター分かってるから、他行ったら、だから、みどりさんと全く同じ考え方なだけでしょ。他行って、メンツ潰れて、恥かくよりも、伸びてるところで勝負するっていう。頭いいんだと思う。頭がいいっつうか、勘がいいっつうか。だってキャスとかフワッチで受けるキャラじゃないもん。今配信生放送でナンバーワンの実力者だからね。
閲覧数で言ったら。選択ベストだと思う。あのタイプは他じゃ伸びない。え、コラボは誰かとやった経験あるの？七原くんは。コラボ配信は。ないんだ。じゃあ俺が初めてか。ジンギスカン見たことあるな。北海道っす。ジンギスカン。なんか兄貴が殺しに来るとかやつ。え？何それ？ジンギスカン北海道の人ですよね。なんかお兄ちゃんが殺しに来るって配信した人ですね。へえ。あ、七原くんほとんど絡まないんだ。難しく考えないで、普通に興味あるから会ってみたいってだけだから、まあ会ってみるよ。ユーザー生放送へのこだわり強い。チャンネルに興味がないってこと？1000万超えんじゃないの？なんかそんな気がするよね。もったいな。天才タイプなんだ。だって立ち見王ってリアルタイムで7500人見てるわけでしょ？それ普通に1回の枠で10万超えるでしょ？全部拒否なんだ。あ、そうなんだ。欲がないんだ、全く。衝動で配信してるんだ。超面白いじゃん。衝動で配信してるってかっこいいな。すげえやつ。あ、みんなやってますよ。あ、そうなんですか。はい、みんなやってます、みんなやってます。
ポ取ってないね、太郎さん。アポ取ってないね。さんちゃんと日本語書いて、何言ってるか全然わかんない。知らんけどいらっしゃい。風船ありがとう。配信者だね。ていうか俺もね、一回も放送見たことないからわかんない、どんな人なのか。はい、ワード2。ごめんね、電波プスでみんな入ったり出たり申し訳ない。
したんですか？注射します。体に筋肉注射です。お尻とか、はいはいはい。でも猛烈眠くなるんですよ。なんでですか？いや、そのプラセンタから効いちゃってる、活性細胞、はい、だから、なんていうんでしょう、細胞をこう刺激して、はい、いわゆる、もう若返りです。だから怖いですよ。何が怖いですか？プラセンタだから、変な話、寿命伸びちゃいますよ、下手すれば。マジですか？はい、下手すれば、だから寿命伸びますと、普通に。恐ろしいです、あれ。そのぐらいだって赤ちゃんからできてますからね。はいはいはい。それで赤ちゃんも大変服じゃうじゃないですか。はい。それをいただくわけですからね、エネルギーを。すごいですよ。すごいっすね。しかもね、それが安いんですよ。いくらぐらいなんですか？一発2000円っす。へえ。すげえな。もう体感あるんですか？でも全然違いますよ。びっくりしますよ。多分。それはお医者さんで打つんですか？プラセンタ打ってくださいって言うとやってくれるんですか？やってくれます。なんでですかとか言われます。はいはい。あの原因によるんで、はい、あの胃腸が悪いって言ってください。はいはいはい。胃腸が悪くて、はい、プラセンタ打たないと、はい、お腹ずっと下したままなんですよとか、はい、ちょっと要するに肝臓が悪いんでとか、はい、まあ、肝臓とか、まあ、肝臓って肝臓とか言うんですね。はい、肝臓がちょっとすごく悪くてとか、はい、であの腎結石とかよくできちゃうんで、はい、打ってほしいです。はい、分かりましたって、ね、すごいっすよ。副作用とかないっすか？眠気です。あ、眠気。尋常じゃなく眠くなりますよ。打ったら、打って寝たら多分10時間ぐらい起きないっすよ。ただその10時間の多分体の再生がすごいっすよ。もうめちゃくちゃありますよ。下手したら頭とかも良くなっちゃうかもしれないですよね。マジっすか？わかんないですけどね。僕はちょっと、まあ、プラセンタ信者なんで、はい、まあ、本当に生命エネルギーですからね。すごいですよ。プラセンタが効くって話だね。プラセンタを打つと若返るっていう、別に何の怪しい話でもない。どうしようかな、なんか七原くんのとこ行くの飽きてきたな。やめようかな。やっぱ駅に、駅で降ろしてもらってもいいですか？ごめんなさい。いいですよ。すいません。東京帰りますか？はい。東京帰ります。いや、なんかどこに泊まってきます。そうですか。はい。なんか駅前何もないので、はい。境が錦がいいですね。境がいいんじゃないですか。あ、じゃあそっちで。はい。お願いします。風船ありがとうございます。あの観覧車とか見えてるんじゃないですか、ドンキホーテの。はい。え、ドンキホーテに観覧車ですか。AKB 劇場、あのですね。はい。はい。名古屋って何でしたっけ ？SDN でしたっけ、何でしたっけ。わかんないですよ。AKB 劇場みたいな。はい。ありますよ。へえ。ドンキホーテで降ろしますよ。了解です。観覧車がある。はい、了解です。ドンキホーテの向かいに、はい、観覧車、はい、市街地の中にある。はい。いや、俺キャバクラ行かないよ、不動産屋さん。のんちゃんに殺される。だし俺キャバクラあんま好きじゃないもん。栄っていうのが繁華街なんですか？栄繁華街ですね。あ、名古屋一ですね。僕、はい、栄に住んでますね。あ、そうなんですか。はい、あそこで卸物してます。いいです。猛烈にトイレ行きたいです。あ、そうですか。はい。もう、すいません。まあ、酔っちゃってるなんで、はい。ま
そうっすね。猛烈っす。猛烈っすか。すいません。何だろう。あるのかな。あ、なかったら猛烈に我慢します。
ですかね、名古屋荒いって言いますよね、昔から。なんかアホっすね、おかしいな。ウインカー出さないのが一番ダメですよね。ですよね。お留守番ね、みんな。あ、僕も出ますが、いいですか。